桜井は、はい、あれだよね、どっちかって言ったらね、スカイラブハリケーン桜井で有名じゃないけど、何で有名なんですか？乃木坂46って、俺ら、テレ東で乃木坂ってどこって番組やってる、はいはい、乃木坂って知ってる、うん、AKB の公式ライバル。の、誰推しだっけ、姫たんこと中本姫香ちゃんです。今日、首に巻いてるそのタオルはね。あ、これ中本姫香ちゃんの。それ持ってんの、常に。あ、これ持ってます、基本的に。マジで、はい、推しタオルで。まあ、痛いな。いやいや、これでも、一番、これ、やっぱり常に一緒にいたいみたいなところもありますから。そう、姫たんファンで、はい、こっちの方が今忙しくなっちゃって。あ、忙しい、はい、姫たんの、なんかやってんだよね。やっぱ、何やってんの？司会とかいろいろあるんですけど、僕、うん、その姫たんの生誕委員っていう。生誕委員？はい。生誕祭実行委員っていうのに、ああ、入ることになりまして。え？何それどういうこと？知らないの？生誕委員。知らない。その生誕委員聞いたんだ、生誕委員。はい。誕生日を仕切る人？仕切るというか、誕生日皆さんあるじゃないですか。うん。で、乃木坂もあるんですけど、そうだ、はい。で、握手会とかに、誕生日が近い時とかに、うん、みんなでこう、握手会1部、2部、3部、4部、5部とかあるんですけど、その合間で、こう、運営さんにこう、お願いして、生誕祭がこう、その子のためにこう、盛り上げるために。姫たん？姫たんの子。狙ってんの？狙ってないよ。そういうんじゃないですよ。そういう。まあでも、平たく言うと、イトリが、はい、まあ、足立由美ちゃんと、わわわ同じような感じじゃないかな。付き合っちゃうの？いや、付き合ってない。いやいや。まあ、そうか、同じようじゃないか。同じようじゃないか。好きだとか、はい、憧れなんだよね。そうですね、憧れですね。もうだから強烈なファンなんでしょ？強烈なファンです。はい、それですげえんだから、最近は。それが忙しくて、仕事をおろそかにしてんの？そうですね、今度は。そうですね。そうですね。だって握手会とかさ、はい、話には聞いたことあるけど、はい、どういうものかわかんないじゃん、はい。ちゃんと、そういう CD を買って、はい、全員と握手しに、名古屋まで行ったりとか。はい、全員としたいっていう気持ちができてくるんですよ。だんだん。姫たんだけじゃなくて？姫たんも、もちろん全員、乃木坂好きで、うん、その中でまあ姫たんを推してるみたいな。うん、はい。やっぱ全員にこう、やっぱ一度その番組覚えてもらってんのもじゃあ、姫田には。そうだと思うんですけど。番組でも、来たことあるの、ほら、乃木坂ですか？違う。乃木坂。うん。はい。そうなんですよ。出させていただいて、マグナさんの。ああ、そういうことね。はい。そっちに、姫田目当てで行ったってこと？会いたくて？姫たんに出させてもらったみたいなところあるんですけど。姫たんバーガー？姫たんバーガー？姫たんバーガー？違うだろ。俺らのが出させたとかは、俺らそんな権力がないけど、そういう言い方するんだったら俺らの。絶対そうですよ。全然姫たんに俺が来たわけじゃないでしょ。そうそうそう。お願いしなかったですけど、そういうつもりで。だから、最近ね、飯食いながら話してると、こいつお菓子ちょいちょい変なこと言うんだけど、姫たんに仕事もらってますみたいなことたまに言うことあるおかしいだろうとどういう話だっていうもらってないよ姫たん絡みでこう仕事があるとかっていうのが、うん、姫たんのファンだから仕事もらって出させてもらってますみたいな気持ちの、はいうんうん、他に姫たんに出させてもらった仕事あんのなんかその乃木坂の番組だけですね、うん、そうでしょ、はい、でそれも実際違うしねうんそうですけど、うん、ちょっと待って今日、はい、まあ、姫たんの話は、はい、ほんまに好きなだけ今日していいから、はい、なんか合間見つけて、ただ今日はヒムタンの話。ヒムタンでしたね。今日は、あれなんだよ、だから、ちょっと日村さんね、インフルエンザってことで、はい、急遽、まあ、ホリプロコンも同じ事務所です、はい、皆さん、はい、今日は。これは後輩、はい、僕の後輩、はいはい、なんですけど、多分事務所もテンパっちゃってて、はい、日村の穴を埋めるためにこう、はい、なんかわーってなって、はい、多分桜井は呼ばなくてよかったのに呼んじゃったんだだって日村軍団じゃないんだそうなんだそうですね、うん、なんで俺も来てんだろうと思ってあれスタジオの